こんばんは、かなたです。今日は話す動画です。テーマは働くということについて話したいと思います。ツイッターの方でねちょっと書かせていただいたんですけど、 LGBT 仕事博というものがありまして、現在そのね公式アンバサダーをやらせていただいております。そのねアンバサダーをやらせていただくってなった時に、僕が思う働くってなんだろうとか、僕の就活ってああこうだったなみたいなことをねいろいろ考えたりしたんですよ。その話をねこう皆さんに共有させていただいて、今仕事のことで悩んでるとか、まあ、就活で悩んでますみたいな方もいると思うんですけど、まあ、その方の何か参考になったらいいなと思って今日は話したいと思います。学生時代の就職の話。僕は大阪芸術大学の映像学科に通っていまして、将来映像を作ることに関わりたいという漠然な夢を持って大学に行っていろいろ勉強してたんですけど、就職活動の時僕が一番引っかかったのが、就職先とか面接とかじゃなくて性別でした。ご存知の方もいると思うんですけど、僕はもともと女子で今現在男性に戸籍変更して生きているんですけど、当時大学生時代はまだ女の子でした。なのでね、女性のまんま就職活動を行うという形になってたんですけど、就職活動をするってなったら、まあ大学3回生からかな、大体はね。なので21歳から22歳の間ぐらいですよね。僕はもう完全にその時は自分が心は男性で体は女性っていう性同一性障害だっていう風に気づいてたので、就職活動の時にレディーススーツを着てね、履歴書の性別欄の女っていう方に丸をしてやるっていうのがまあ苦痛だったんですよね。本当に今だからこうまあ笑って普通に話せるんやけど、当時はね超辛かったっすね本当にありがたいことに、大学時代周りのね先輩とか友達にはカミングアウトできてたんですよ。みんなに受け入れてもらってる状態だったので、結構生きやすい空間で生きてたんですよ。それが就職活動となった途端、自分がね女の子ですっていう自分自身でね、もう身なりから書類から表してね、企業の何もカミングアウトしてない場所に飛び込んでいくって、すごい落差なのね。ここがその落差に自分で全然ついていかれへんくて、学校でさ、まあ、説明会みたいなあるやんか、もうそれに行ってもねもう辛くて辛くて、とりあえず行ってみるんやけど何も収穫もなく帰るっていうね、自分が女として見られてるっていうことで頭がいっぱいになっちゃって、でその時に思ったのが、このまま女子として社会に出ていくの嫌だって思ったんですね。映像関係の仕事ってなると、映画の現場に行って撮影を手伝ったりとか、まあ、編集の仕事だったりとか、あんまり性別はそこまで問われない仕事じゃないですか。男女の分かれ目がそこまでない職場とはいえ、やっぱり自分自身で女として社会に出ていくのは無理だと、もう耐えれないと思って、僕が選択したのは性別を変えてから社会に出たいということでした。それを決めるまでにすごく悩んだんですよ。とりあえずね、周りのみんな就職するし、なんか大学出てねプラプラするのもどうなのかなとか、このまま働かないのもなみたいな、大学出て働かないのイコールもう悪みたいな感じに自分で思っちゃってて、どうしようどうしようってすげえ悩んだの。僕の場合さ、やっぱ映像関係ってやりたい仕事やったし、やりたいことをこのままやり続けるのもいいんじゃないかなみたいな、いろいろ葛藤があってたんですよ。でもやっぱりそれより自分の性別が一番の悩みだったんですよね。もうそうなったら男性として世の中に出ようと決めたわけなんですけど、だけどね、揺らぎはあったわけなんですよね。そんな中ね、僕はとりあえず就職課に行ったんですよね。就職課の方がね、まあこういう仕事あるよ、こういう仕事あるよ、言ってくれるわけじゃないですか。その時にですね、その就職課の方に初めてカミングアウトをしたんですよ。今僕は女性なんですけど、心は男性なんです。性同一性障害なんですっていう風にカミングアウトしたんですよね。就職課の方が、あ、そうなんだねって。普通に受け入れてくれたんですよ。まずそこにびっくりで、あ、なんか普通に受け入れてくれたみたいな感じで、いろいろ話していく時に、じゃああなたはどうしたいのって言われたんですよ。やっぱり女性として生きるのは無理ですみたいな話をしたんですよ。そしたら、あなたの好きに生きていいんじゃないって言ってくれたんですよ。でその時に、あ、そうだよな、好きに生きていいよねって思えたんですよね、自分の中で。やっとやっぱり男性に戸籍変更してから社会に出ようと、やっとそこで思えたんですよね。本当に今思うと、その就職課の方がその言葉を言ってくれなかったら今どうなってたんだろうって思うぐらいなんですよね。その一言がなかったらね、この今ね YouTube でこう動画配信してる現状がもしかしたらなかったんじゃないかなとか、
本当に救われた言葉だなと思います。ありがとうという気持ちでいっぱいですね。でそこから僕はもう完全にね背中を押してもらえたので両親に就職はしませんと話します。そしたらね、まあ、なんでと聞かれるわけじゃないですか。その時はねもうお母さんに自分が性同一性障害だっていうのはカミングアウトしてたので、男性になってから社会に出たい、なので就職はしませんって言いました。そしたらね、まあ、お母さんが、まあ、分かったよと言ってくれました。大学卒業後の話、大学卒業後僕は就職をしませんでした。その後何をするかと言いますと、戸籍を女性から男性に変えたい。皆さん何が必要だと思いますか？お金です。はい。戸籍変更をするために手術をする必要がありまして、手術費用を貯めるためにフリーターでバイトをずっとしておりました。約2年間ぐらいかな。フリーターの間何の仕事をしてたかというと、セブンイレブンの深夜バイトとか派遣のバイトで自動販売機の設置のバイトとかをいろいろやってました。本当にね僕は恵まれてるなと思ったのは、そのセブンイレブンのバイト先もカミングアウトしてみんな受け入れてくれたんですよね。自動販売機の設置の派遣先の方もですね、僕カミングアウトしてなかったんですけど、バイトを辞めてからカミングアウトしたんですよ。そしたらまあその方も本当に快く受け入れてくれて、みんな優しい方ばっかりでしたね。戸籍変更後、戸籍を変更して働くってなった時に、何の仕事しようかなってなったんですよね。映像関係の仕事がしたいって言ってね大学にも通ってたぐらいなんですけど、2年間アルバイトしてた時にやっぱ接客業がかなり多かったので、接客業いいなって思ったんですよ。どうしよっかなみたいなことを思ってた時に、今一緒にやってるカナタイムメンバーの雄大さんの会社で飲食店を出すから、よかったらやってみないかっていう風に言ってくださったんですよね。映像も好きだけど接客も興味あるから飲食やってみようかなみたいな、そんな気持ちで僕は東京に上京して雄大さんの会社で働くことになったんですよね。この話多分したことないかもしれへんね。その後に YouTube を始めて雄大さんの会社をすぐに辞めるっていうことになるんですけど、3、4ヶ月ぐらいで辞めるんですよね、雄大さんの会社を。辞めますっていう時にまあ話しに行くじゃないですか。そんな短い期間で辞めちゃうから僕もちょっと気まずいなみたいなところはあったんですけど、まあ雄大さんにやるからには100万人目指して頑張れよっていう風にね、こう背中を押していただいたっていうのがね、今でもね鮮明に覚えてます。でまあそこからずっと、まあ、雄大さんと今こうつながってるっていうのは本当に嬉しいことだなと思っております。すごい遠回りはしたなっていう感じはあるけど、こうやって今自分の大好きな映像を作ってそれが仕事になってるっていう職業につけてることを、ああ嬉しいなと本当に日々感謝しております。ここまでが僕の大学の就職活動から働くまでのお話でした。僕にとっての働くとは、なんか働くとはって言われてもさ、なんかすげえざっくりしてるし何なんだろうと思ったんよね。まあ、人生において働く時間ってすげえ長いじゃないですか。生きていくために働いてお金を稼ぐっていうね、まあ多分すげえ大半を占めるじゃないですか。そうなった時に好きなことをして働くっていうのができたらいいなとは思うんですけど、でもそれより大事なのはやっぱ自分らしく働くっていうことなのかなって思いましたね。やっぱ僕は女の子のまま働けなかった、もうそこが一番だったんですよね。そこでもう自分らしく働けなくて嘘ついて生きていかなきゃいけないっていうのが僕は無理だったから、自分らしくね働くっていうことが本当に大事なんだなと思います。自分らしく働くっていうことをね分かってくれる人たちが周りにいること、それに本当に感謝して一緒に働いていくっていうのが本当に素敵なことなんだなと思います。僕も学生時代やっぱとりあえず働いた方がいいんじゃないかみたいなね、すごい葛藤があったんですよ。とりあえずお金もらえたらいいんじゃないかみたいなねところもあったんですよね。生活するためにお金をもらうために働く、それが別に間違いだとは思わないですよ。限りある人生の中で働く時間が長いんだったら、やっぱ自分らしく働きたいなと僕は思うようになりました。僕が今思う働くとはっていうことと、まあ、僕の就活のお話をさせていただきました。今回この動画を撮ろうと思ったきっかけになったね、 LGBT 仕事博が今回なんかオンラインで開催らしくて、なんかすっげーと思っちゃって今の時代だからできることなんだろうなと思って、 Zoom とかでねこう直接お話できるみたいなんで、僕が就活の時代にそれあったら
お、すげえ行ってみたいなみたいな風に思いましたね。アンバサダーとして僕動画を撮らせていただいたんですよ。オンラインで参加できるページのところにその動画がねそこで見れるみたいなんで、よかったら興味ある方は見てみてください。リンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひ覗いてみてください。というわけでこの動画がね何かのきっかけになってたら嬉しいなと思います。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。